ピタンガは、太もも化の常緑低木。ピタンガとは、ブラジル先住民族の言葉の一つである、トゥピゴで、赤いを意味するパイティー、グラムに由来する。別名として、スリナムチェリー、ブラジリアンチェリー、カイエンチェリーなどがある。果物として食用に利用される。南米の熱帯地方原産。同じブラジリアンチェリーという別名を持つ、熱帯果樹にハエミニア・クアバレルがあるが、 こちらは豆科なので禁煙種でもない。また、和名の一つであるカボチャアデクトは、果実の形がカボチャに似ることによる。成長は遅く、最大で8メートルほどの高さになる。葉は光沢のある緑でやや赤みを帯びる。この葉にはピタンギーナという成分が含まれ、キニーネの代用とされる。白色の花は方向があり、直径2から3センチメートルほどのカボチャのような、 形状の果実が年に数回つく。果実は成熟していないと松屋のような匂いが強いが、熟して赤くなるにつれ甘さが増す。ビタミン C、リン、カルシウムを含み、生食のほか、ジュース、ジャム、ゼリー、アイスクリーム、果実酒などにも加工される。火皮が薄く保管に向いておらず、日本まで輸送されることは、まずない。熱帯では、庭木や池垣用によく植えられる。 微小で容易に増やすことができるため、バミューダ諸島では手に負えないほど繁殖し、日本でも沖縄などで着々と増えている。同じ太ももかには世界の侵略的外来種ワースト100で要注意外来生物に指定されているテリハバンジロウがあり、他にもユーカリやレンブなどの繁殖が近年目立つようになってきた。ピタンガも熱帯原産とは言え引く。 摂氏3度までの体感性があり、病害虫や乾燥にも強いため、本州でも温暖な地域での普及が予想される。この植物については日本語文献での言及例は、あるものの、以下に挙げるように設定された名称が、資料ごとにまちまちで一定しない、大稲子豆、クールバリル、クーバリル、オリノコイナ豆、コロボレ、クールパリル、ジャトバ。 abcdefg 熱帯植物研究会。米倉康二梶田氏 bg プランツ和ミ学名インデックス。http コロンスラッシュスラッシュ,ュ ylist.info。コーナー渡辺。フランゾンコーナー渡辺。熱帯植物研究会。ウォーカー。フォールチスミソニアン協会。オン英語日本語英語マレー語日本語 ありがとうございます。